ございます。2021年3月になりました。今日から青春18切符春シーズンがスタートしました。ということで恒例のひたすら青春ツアー2021春を行います。ただいまの時刻は午前4時45分頃です。頑張っていきたいと思います。横浜駅に行く前に東神奈川で降りました。ただいま朝の5時20分を過ぎたところです。人々がですね、京急線の方に歩いていくわけですよ。こんなにたくさん朝5時からいるんですね。いや、こんな朝早くうろうろしたのは初めてかもしれない。いつもだいたい6時頃に出て行ったので、今日はちょっと1日フルに使いたいと思ったので始発かなで、外に出てみました。でも車も全然通ってるしね、すごいね。やっぱり東京じゃないですけど横浜ですけど、やっぱ違いますね都会は。ちょっとね、食料を調達したいと思います。それではあと5分ほどになりましたので、この東神奈川駅から横浜駅まで乗りたいと思います。たくさんの人がいましたけれども、みんな JR から京急に乗り換えた方々なんですね。今からどこ行くんでしょうねって私も思われてるでしょう。はい、それでは、5時33分発の大船駅下品特線に乗りたいと思います。はい、横浜駅に到着しました。こんなに閑散としている横浜駅っていうのは見慣れない光景なんじゃないでしょうか。そして私が乗る電車がこちらですね。ちょっと遠いな。はい、5時48分発の沼津行きです。これで、沼津三島までひとっ飛びということで行きたいと思うんですが、今ですね、はい、5時37分です。電車が5時48分発なのであと11分あります。なので上にホームに行くと寒いので、地下で待ってようかなというふうに思います。でもニューデイズもやってないんですよ。6時からっていうところが多いみたいで、この5時台にやっているお店っていうのも実は貴重だったりするわけなんですね。そう考えるとやはりスキヤとか普通のコンビニとかが、営業していることがいかにありがたいかを感じました。あと5分ほどになりましたので、ホームに来てみました。5時40分過ぎてるわけなんですけれども、空がね、うっすら明るく青くなってきましたね。1、2月はもう 6時台でも全然暗かったんですけれども、明るくなるのが早くなってくるとやはり春夏といった季節が来るんだなというのを感じます。いや、暑いの苦手なのでね、このままでいいなって思ってしまいます。ではあと数分、車で待ちたいと思います。結構乗ってますね。5時48分発沼津行き乗りたいですが、ボックス席が空いてない。なんと空いてない、マジですか。とりあえず探します。はい、三島駅に到着しました。結局ですね、ボックス席は一回も座れませんでした。おそらくこの駅から始発になる静岡行きの電車があるはずなんです。なんと乗ろうとしていた電車が運休。マジですか。東海道線沼津方面ご利用のお客様に繰り返しご案内いたします。本日4番線より7時29分発静岡行きは鹿と衝撃した影響により運転を取りやめております。35分三島発、普通に間に合わない、なんということだ。
とりあえず乗ります。はい、豊橋駅に到着しました。ちょっと1本あと11時2分の電車に乗ります。30分間そのドアに出たいと思います。あ、もう来てますね。11時2分発の特別快速大垣行き。あ、でも結構いっぱい乗ってますね。乗りたかったもう乗れないんですよね、これ。それでは、こちら特別快速大垣行き乗りたいと思います。マラオ方面美濃赤坂駅は12時39分発、乗り場は3番線から発車をいたします。大垣駅に到着しました、この後こちらのですね、各駅停車前原駅に乗りたいと思います。12時42分発です。はい、前原駅に到着しました。ここ前原では向かい側に止まっております。13時20分発の姫路行きに乗りたいと思います。結構いますね、やっぱり。あ、いてるかな。では乗ります。 JR 京都線、はい、京都駅に到着しました。さて、こちらでいいんでしょうか。 あっちだね。相模線、山陰線の方に行きたいと思います。さて、着きました31番線の相模線園部行きです。はい、JR 相模線丹波駅に到着しました。今日の第一目的地はこちらでした。さて、丹波口駅からですね、五条通りをひたすら西に進みます。では着きましたイオンモール京都五条です。ちょっとこちらで用事を済ませたいと思います。はい、では乗りたいと思います。ワンプレゼントの内容にご注意ください。 JR 奈良線、ランプルトップ、ファルト、新幹線、近鉄線、地下鉄線はそれぞれ乗り、次はおそらく奈良線に乗ります。なので8から10番線、10番乗り場に行けばいいと思うんですけれども、さて、こちらですね、15時49分発奈良行きに乗りたいと思います。こちらの奈良線奈良行きに乗りたいと思います。なんか
快速確定乗らなくても快速で行くと4分しか違わないみたいなのでちょっとそっちの方が絶対いいです。4分遅れてでも全然変わらないので先に分かってればなあ。悔しい。今日はなんかすごいうまくいかないですね。この宮古寺快速16時3分発奈良行きに乗りたいと思います。ボックス席空いてるかな。では乗ります。はい、JR 宇治駅に到着しました。ではでは早速出ていきたいと思います。はい、宇治駅です。で私が利用したいのここの奥に見えるんですけどどうやって行くんだろう。ここ通らせてくれたらいいんですけどね。ちょっと時間がかかるよ。さて宇治駅に戻ってまいりました。タイムズカーシェアレンタルしてみたんですけれども1時間の予定が1時間15分となってしまいました。やはり私は渋滞のことは一切加味しないのでギリギリ行けるかなと思ったら行けませんでした。で、まあ、それで遅れたことによりまして次の工程がかなりハード走るレベルになりましたのでなんとか頑張っていきたいと思います。で宇治駅がこちらですね。54分奈良行きに乗りたいと思います。はい、ではこちら快速奈良行きに乗りたいと思います。いやいっぱいだね。はい、京都府木津駅で降りました。降りましたというか乗り換えなんですけれども、この後学研都市線に乗りたいと思っております。ただそしてこれ一番乗り場に停車中の電車は18時25分発快速 JR 東西線では降ります。あ、乗ります。The train stopping at track 1 is the rapid service bound for Sasebo. でした。ということで、京橋方面の電車がやってまいりましたので乗りたいと思います。乗る方いらっしゃいますね。乗る人は私だけです。はい、京橋駅にすごい立派なセブンがありますね。ということで大阪環状線に乗りたいと思います。あ、久しぶりのボックス席でまたいっぱいだよ。やばいな、こんな時間でもいっぱいなんですね。間違えました。逆方向に乗ってしまいました。山手線の内外を間違えるような同じミスをしてしまいました。はで今森の宮という駅で降りています。はい、大津駅南口に出てまいりました。大津駅で降りたのはですね、もうちょっと時間があるので、48分まで20分ほど、時間を潰そうと思い降りてみました。では本日最後の乗車となります。初駅停車普通電車米原行き、こちらに乗りたいと思います。結構乗ってるわ。すごっ。
ということで、2ヶ月ぶりにやってまいりました JR 出出駅です。ということで朝4時50分ぐらいの電車に乗って、今23時50分すごい長い時間電車に乗っていたというか移動していた気がします。一日長かったね。でも楽しかったです。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。